ハーフと合わせて結びます。こんにちは、みさきです。こんにちは、渡辺です。はい、始まりました、みさきのフラです。はい、よろしくお願いします。はい、今日はこちらの、はい、スカーバレンジですけど違うの、そうです、僕じゃなくて、はい、今日もみさきさんでね、また今日やったんですけど、はい、久々のスカーバレンジをやりました。まあ、今日は25歳以上の方向けの大人っぽいスカーバレンジをやってみましたので、はい、まあ、作り方もシンプル簡単のアレンジなので、ぜひやってみてほしいなと思って今日はやってみました。はい、ありがとうございます。はい、多分ね、プロセスもすごい簡単なんで、しかも巻かずにできるアレンジかなと思いますので、皆さんよかったら参考にしてみてください。それでは、はい、僕が言おうとしました、そうって言います、はい、そうって言います、はい、それでは動画スタート。N ドットのオイルをつけていきます。乾燥する人はたくさんオイルを出して、手のひらに伸ばして、しっかりと毛先から顔周りの産毛もしっかりとつけていきます。髪の毛全体を耳の高さくらいでまとめてゴムで結んでいきます。ゴムを持ってゴム付近のところからほぐしていきます。一度ほぐしたところの間の毛もほぐしていきます。ゴムに指を通してスカーフのだいたい真ん中くらいを持ってスカーフを通していきます。だいたい真ん中に来るように通していきます。スカーフの片一方を残して髪の毛を半分に割ります。片一方の髪の毛はスカーフと一緒にして、もう片方は髪の毛だけでサイドに持ってきてロープ状に編んでいきます。ロープ状に編んだ髪の毛をゴムに巻きつけていきます。毛先が下を向くように巻きつけたらゴムで留めていきます。残ったスカーフを上から下に巻きつけていき、こっち側のスカーフと合わせて結びます。結んだスカーフの先を少し広げて整えたら完成です。25歳以上向けの大人っぽいヘアアレンジを今日はやってみましたので、ぜひ参考にしてみてください。個人的には遅れ毛も出していいかなと思いますので、遅れ毛出したい方は関連動画をぜひ見てください。ちなみにこれはキスマークじゃないのでただの感想です。バイバイ。